自警団任務の延長ですね。トリニティの安全のためならいくらでも協力します。ゲヘナ学園給食部のジュリと言います。お腹が空いたらいつでも私に言ってくださいね。本の中の物語のように私たちの物語が始まります。試練が怖いとき、苦難に負けそうなとき、私が一緒に立ち向かってあげましょう。ゲヘナ学園給食部のジュリと言います。お腹が空いたらいつでも私に言ってくださいね。ミレニアム学園、音瀬小玉。先生の声が聞こえたのでここに来ました。試練が怖いとき、苦難に負けそうなとき、私が一緒に立ち向かってあげましょう。本の中の物語のように私たちの物語が始まります。試練が怖いとき、苦難に負けそうなとき、私が一緒に立ち向かってあげましょう。